タミル・ナード州・セーラム県アヨーディア・パッティナムのラーマ、寺院の壁画に描かれたカバンダ。カバンダはインドの女ジ児ジシ、ラーマーヤナに登場する怪物である。巨大なラアクシャサでシュリー女神の子として生まれ、山のように巨大な体育をしている。頭あるいは首がなく、腹部の中央に無数の葉を備えた口があり、長い腕と胸のところに大きな目を持つという異様な姿をしている。 カバンダは元はガンダルバであった。しかし、インドラと戦ったため、その電撃に打たれて頭部が体の中にめり込んだ。その結果、首から上がなく、目が胸に、口が腹についている。そしてこの時より、種族も奇神のラークシャサとなった。また、ある聖戦の呪いによってこの姿に変化してしまったという説などもある。何らかの森でラーマ、 ラクシマナの兄弟たちと戦って、瀕死の重傷を負ってしまい、その際に彼はラーマに自分の体を火で焼いてくれるように頼み、ラーマがその通りにすると、彼は火の中から現れて元のガンダルバの姿に戻った。それ以降はラーマに仕えた。呪いを解いてもらったその恩に報いるべく彼はラーマに対してラーバナに奪われた妻シーターを奪還するためには、 猿をスクリーバと連合するようにと勧告している。菅沼 1985P60。菅沼 1985P110。ありがとうございます。